はいどうも YouTuber 平本です。今日はですねお昼パンがいいかなと思ってね近くのパン屋さんに来ております。行ってみよう。パン屋さんから帰ってきました。改めまして YouTuber 平本です。さあ今日はですねお問い合わせをいただいたのが演奏するときねこう演奏するときに体は揺らした方がいいのかそれともビシュッとですね動かない方がいいのかこちらについてですねご質問が来たのでぜひやってみたいと思います。皆さんはどうですか。演奏するときに自然とこう体が動いちゃうよっていう人と私はこうね軸をしっかりして動かないようにね、整体して吹いた方がいいよ、まあ、いろいろあると思うんですけども、僕の見解から言うと、まあ、どちらでもいいというのが僕の見解なんですけどもやはり吹きやすいように、まあ、揺らした方が吹きやすいという人は揺らした方がいいしいや私はビシッとした方がいいね、動かない方がいいっていう人はね動かない方が吹きやすいだったらそれでもいいかなと思ってるんですけども、実は先日全球先生が来てくださったのでそちらについてね僕と対談した模様がありますんでぜひ聞いていただきたいなと思ってます。またですね12月10日に新しいイベントが決まりました。場所はつくば市になっております。はい、で参加していただくのがうちの平本隆夫そしてそこの中にはですね新しいクリーナ隊があります。ぜひ、クリーナので新しい教室も兼ねておりますのでよろしくお願いします。またですね全球先生の、県南地域ですね茨城県の県南地域牛久市とか、土浦市の皆さんとまたねご一緒できるかなというふうに思っています。また小川由美子先生の団体も参加していただくことになっております。あとね一人二人実はお声かけさせてもらってるんで楽しくねつくば市で、アニバーサリークリスマスコンサートと集いやりたいと思いますんでよろしくお願いします。その集いに、参加してくださる全球先生と、私の対談から動いた方がいいのか整体した方がいいのかこちらビシッと解決しておりますんでよろしくお願いします。なるべく音楽っていうのは滑らかなものなんで、かなり左に位置に、やっぱりこの動きながら吹きながら拍感を取ると。それが結構こうまっすぐで吹いてる人もいますよね。まあ別に悪くはないです。それは悪くない。拍感が感じてれれば。感じれる。でもフィジカル的に動いた方が、そうそう体にはいいです。だから基礎練習からお年なのであんまり立たして演奏しないけど、うんうんうん、必ず昔は立たして、ああの全員ロングトスの時も1234でやりながらやると体がリズムを取れるので、なるほど、そういう練習をしてどうしても座ってると、ね、そうそうそう動きそれじゃないで、ね、もうでもね、でもしょうがない場合もあるけどね。でも5分ぐらいやってもいいかもね、うん、そうそうそう、皆さんぜひね、足腰も鍛えられるし、うんうんうん、少し揺れてるので、うん、あのね簡単な運動にもなるのでやったらいい。はい、ということでやはり動いた方が拍感が感じれるということを、まあ、全球先生と私との結論でございます。ですからあまりこうなんていうのかな動かないのがいいっていうわけではないみたいですね。やはり多少動く1234 2234とか1234とかね1、2でやはりねこう縦揺れではなくて横揺れの方がやっぱり拍感は感じやすいかなっていうふうに言ってました。でそれを見た時にこの間ですね久戸先生の演奏動画を見返したんですよ。ちょっとこれ見て、やっぱり横に動いてるんですよ。そして拍感を合わせるときはストンってねこうどっちかというと縦というよりは重心がねグッと下に行くときがあるんですよ。いろいろやってみていただきたいなと思ってます。もちろん動かなくて拍感が感じれればそれはそれで OK ということなので、ぜひよろしくお願いします。また釜出しの一品たくさんお買い求めいただきましてありがとうございました。今日発送させていただきます。よろしくお願いします。またねぜひカンターレで素敵な音色奏でましょう。